ジェームズ、ジミー・バンヒューゼンは、アメリカの作曲家。映画、テレビ、劇場に曲を書き、エミー賞とアカデミー一家曲賞を4度受賞した。代表曲は、Bad Beautiful、He As the Trelley Day、Imagination、It Talked Happened to You, Like, Someone in Love, Personality, Polka Dots and Moonbeams など。本名エドワード・チェスター・バブコック。シラキュースで生まれる。 高校時代から作曲をしており、有名なシャツメーカー、プラスバンヒューゼンのローカルショーに出演し、16歳で芸名をつけた。親しい友人は、チェットと呼んだ。ゼノビア人学校とシラキュース大学で学び、ハロルド・アーレンの弟であるジェリー・アーレンと友人になる。年上のアーレンの助けを借り、バンヒューゼンは、コットンクラブの演目、ハーレム・ホスピタリティなどに曲を書く。 その後、ティンパンアレイの出版社で、スタッフピアニストになった。そして、1938年に、ジミードーシー作詞の、It's the Dreamer in me を書いた。ありがとうございます。